はい。最後のトピックスとして、分子の回転運動の制御についてお話しします。ここではですね、コレステリック液晶というのを使います。で、少し、これトピックスが、今までのと違うんですけれども、コレステリック液晶っていうのはですね、各層の中では、分子が一定方向並んでるんですけれども、まあ、層がこう進むにつれて、徐々に、こう、層ごとの分子配光がこうずれていくような類の、液晶です。で、この液晶の液滴が回転するっていうことは、実は100年以上前にレーマンが発見していました。しかし、これをですね、安定的に実現されるよう、するようになるには非常に時間がかかって、オスワルドたちが、実はこの液晶の東方総溶液中にこのコレステリック液晶の液滴を作成したときに、温度勾配をかけると、まあ、安定的にこの液晶液滴が回転することを見出しました。で、まあ、その後研究が活発に行われるようになって、日本でも、矢部先生が、活発に、まあ、同じ経路、まあ、光を当てて回りますよっていうようなことを発表されたり、で最近ではですね、これ液晶中じゃないとできなかったのが、最近、荒岡先生たちのグループが、界面活性剤溶液ですね、の中に入れた液滴でも運動性を発現しますよと。というようなことを発表されています。そこで、我々は、この界面活性剤溶液中で、まあ、コレステリック液晶の液滴を作って、それをまあ光で制御するということに取り組みました。で、実験条件としてはですね、まあ、これまでと非常に似ているんですが、光応答性の液晶にコレステリック液晶にするために、カイラルドーパント S811 もしくは R811 ですね、カイラリティの違うドーパントを加えた液滴を作成し、外部の溶液として、まあ、PVA 溶液を使いました。で、観察のセットアップとしてはですね、まあ、倒立の顕微鏡ですけれども、今度はですね、UV 光を真上から照射するというのは、まあ、簡単なシステムになっています。で、実際に UV を当てたり消したりしながら測定した例が、この図です。まずこれ S811 をドープした MBPA のケースです。光を当てると、まあ、急激にくるくる回り始め、パターンがですね、なんか少しこう広がってぐるぐるぐるっと回っていくような様子が観察できることが分かりました。一方で、これをですね、逆の、カイラリティのドーパントを入れると、逆方向に、ぐるぐると回る。で、光をオンで、まあ、もう一回オンするんですね。で、何回もオンオフ繰り返して、回転運動をすると。いうことを見出しました。このように、この CLC の液滴を使うことで、光応答性の液晶母体とすることで、回転運動を光で制御することもできるということを見出しました。で、さらに、この回転運動が光できちんと有機できているかということを調べるために、光の強度に対する依存性を調べてみると、まあ、ある色域強度がありますが、そこから比較的、まあ、線形に、回転速度が上がっていることが、その右回りでも左回りでも観察できると。あっち、この液滴は、まあ、光有機で動いているということが確認できました。で、このメカニズムなんですけれども、この理論体系は、レーマンさんっていう人が、
レスリーさんたちが、理論体系を作りました。で、そのトルクですね、液滴に加わるトルクは、このような式で表すことができます。でこれは、まあ、当然当時ですね、温度勾配でしか動かなかったので、温度の勾配が勾配方向と N はですね、分子の配光方向です。配光方向のこのような式で表されるトルクが発生すると回転運動が始まるということが分かりました。で、これはこのケースですと、まあ、温度勾配に対してトルクは、平行もしくは反平行の方向になります。で、大事なのは結局この勾配がそこに形成されるかどうかということになります。で、我々の測定計、我々の作った計では光で制御しています。で、この勾配がどのようにしてできるかっていうのを考えたときに、液滴に対して UV 光が上側から照射される。で、そのときに、光が不均一にですね、上の方で主に吸収された場合に、化学物質の濃度勾配、もしくは熱による温度勾配ができて、できてるんではないか。それを確認するために、この液滴に、MBBA に今使っている UV 光の波長がどの程度侵入するかっていうのを調べてみました。すると、だいたい20ミクロン程度の光侵入長ということが分かりましたので、液滴のサイズ100ミクロン程度に比べて十分小さいので、まあ、この光吸収勾配が何かしらの化学物質勾配、物質の、まあ、ケミカルポテンシャルの勾配もしくは熱温度勾配によってこの勾配力を生み出してトルクが発生したんではないかというふうに考えているわけです。基本的にはですね、この二重螺旋状の分子パターンからですね、分子の構造としては、ある分子がこう並んでるところからこうくる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 外側に、外半径方向に対して分子が回転している層が出来上がっていると考えています。で、まあ、そこにまあ光を当てると、先ほど申し上げたような、分子の濃度勾配もしくは温度勾配によってトルクが発生し、これはこのピッチですね、相関のピッチが徐々に広がっていくことが観察されています。で、まあ、この回転運動に伴ってどちらが原因で結果か分かりませんが、この分子の相関が広がっていきながら、こう回転するトルクで、回転トルクによって回転運動が始まるというようなことを考えています。で、この本内容というのはちょうど今年ですね、パブリッシュされています。まあ、まだちょっとわからないところもいくつかあります。で、以上、本日の話のまとめですけれども、まあ、液晶でできたドロップレットの運動を、まあ、光で制御するという研究を行っています。まあ、色素、光を通せない液晶や、まあ、色素をドープした液晶の系で光で運動を制御することができています。で、主に、対流の制御で、まあ、運動を発現し、それから、まあ、ドープする色素の化学的な構造を変えることで運動方向を制御できることを示しました。またそのコレステリック液晶ではその光で回転させることもできて、その回転が、まあ、ドーパントのカイラリティで制御できるというような話も行いました。以上、です。どうもありがとうございます。